林は、中華民国、満州国の司法官、官僚、満州国の初代最高法院委員長を務めた。字は、昭和朝日。日本に留学して、早稲田大学政治経済学科を卒業している。帰国後は、新士官、私学官教習、学部参事、法律刑事法制専門学校教務長、県政偏差官統計局会員などを歴任した。また、 公立警視大学堂法制科監督を1909年正月から1912年4月まで務めている。中華民国成立後の1912年5月、北京政府教育部専門教育士市長に任ぜられる。翌1913年9月、代理院水事と警視高等審判長長長になる。1918年1月、 チャンス商候等審判長長長県地方、捕獲新検庁長長処理を務めた。1921年5月、湖北商候等審判長長長に移動し、1923年2月まで在任している。満州国建国に際して1932年3月14日に、林は、同国最高法院委員長に任命された。1939年12月に退官し、 井野栄一が公認となった。1941年3月、満州電気化学工業株式会社幹事に就任しており、1942年時点では在職していることが確認できる。以後、その行方は不明である。ありがとうございます。